今回は似合わないことは起こらないというお話です。ひとりさんの話によると似合わないことは起こらないという法則があるのだそうです。要するに不幸や苦労が似合わない格好をするとそういうことは起こらない、もっと幸せになれるよということです。不幸や苦労が似合わない格好とは何かというと、まず明るい色のお洋服を着ることと、キラキラ光るアクセサリーを身につけること、それから髪にもツヤを出し、靴はきちんと磨いたピカピカのものを履きます。こういうふうに明るくて華やかで輝きのある格好をして顔がツヤツヤの人はどう見ても幸せそうだなとしか思えません。苦労や不幸は全く似合わないのです。似合わないことは起きないのだから幸せなんですよ。嘘だと思うのなら一度試してみてください。花は綺麗に咲いて私たちを楽しませてくれますが、そのために咲いているわけではありません。綺麗に咲いていい香りをさせていると、蝶々やミツバチたちがやってきて花粉を運んできてくれるからです。それを私たちも同じなんです。綺麗に装えば周りを楽しくさせることができるし、人が集まってきてくれます。そうすれば素敵な人と出会うチャンスも成功のきっかけも手に入るのです。毎日を生き生きと過ごしている人はキラキラと輝いて幸せそうです。お金持ちの人はなんだかピカピカしていて必ずツヤがあります。逆に不幸せな人ってなんとなくドヨーンと暗い雰囲気を醸し出しています。いつもニコニコしている人に不幸は似合いませんよね。だから幸せになりたかったら幸せが似合う見た目にしましょう。人は見た目が 1000%、 自分が望むものに似合った見た目にしていきましょうね。以上です。このお話は斉藤ひとりさんの名言を絵コンテを用いて分かりやすく解説したものです。今回もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。